おはようございます。和歌山の影山です。今日もよろしくお願いします。ということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はですね、まあまああのー、ダイエットをこう目的にこう始めたんですけども、そのランですね、えー、ジョギングを去年のね、えー、1月後半ぐらいからこう始めていってですね、えー、最初はこう1キロからこう走って,いって。 1>, 1キロが楽勝になったら2キロ、2キロが楽勝になったら5キロという感じでこう走っていってですね、えー、今年入って1 0キロを超えるようになって、そこからも、えー、1 0キロ超えをこう走っていってですね。で、こう ずっとこう10キロ走ってたんですけど、もうちょっと走ろうとか、あとね、こう年末の、ねえー、森山ハーフマラソンにこう出場したろうとか、いろいろ考えて、もうちょっと距離を伸ばしていったんですね。で、12キロ、13キロ、14キロとかこう走っててで、えー、14キロぐらいは走ってて、こうかなり走れるけど、結構しんどいな、もうちょっとこう走らなあかんなとかこう考えててね、こう走ってて、ほんで、ちょっとこう体調的にちょっと寝不足状態で、きょうは 5キロぐらいにしようかなと思ってこう走ってたらですね、そのまたそれ前に13キロ、14キロ走ってたんで、そのこう気持ちになってきて、こう、えー、自分の体のしんどさん負けてたまるかということでこう走っていって、結局その時14キロぐらいこう走ったんですかね、でその距離を走って、えー、次走る時からですね、こう ランがこうすごでしんどかったんですけどまあまあ10キロは走ってとかこうやってたんですけどちょっと10キロがもう走る気にならんぐらいしんどくなってですねほいでこう5キロとか8キロちょっとこう無理して8キロ走ったりとか5キロ走ったりで先日とうとうこう3キロ走ってほいでもこうちょっとしんどいというかまあ3キロなんですぐ終わるんですけども。 それでもなんか前のこう走ってて気持ちよくなるこうランナーズハイみたいなものは全然なくてですねこうしんどい状態がこうずっと続いているんですね、最近。記録を見ていくとですねだから朝食走ってたのが5月のこう中盤ぐらいまでこう十何キロ走っててそれを超えてからですねだから6月入ってからはもうだいぶこう体がこうしんどい状態になっていってですねで7月、で今8月ですけども。 えー、かなりこうその乱に関してはなんですけどもこうしんどく感じるようになるとで原因は何なのかなというふうにちょっと考えてるんですけどちょっとだからその、えー、13キロ14キロとこう無理して走ってた時にさらに無理することによって何かがこう。 うーん起こったのかなぁと思ったり、あとね、暑さですね、こうもしかしたら僕は暑さに弱いのかもしれないです。えー、夏は好きなんですけども、その、乱し,してるときにこう、暑いとですね、体力が消耗かなりして、ですねそのしんどさをこう感じるようになるのかなぁとか。 思っっててちょっと自分の中でこう原因がわからないよで去年を考えてみると去年もですねやっぱりこうえ夏の間はやっぱりしんどくちょっと感じてたようなこう覚えはあるんですねだからしんどいからなんかこうなんでこんなにしんどくなるなんかの病気かなとかねえそういうのを思っていたんですけどで涼しくなって秋冬になるとですねこう距離をこう別に普通に走れる状態になっていったんで。 で今年もだから4月、5月ぐらいまだ全然走れてたんで、うーん、もしかしたら暑さなのかなと言っても、ですね6月ぐらいってそこまで暑くなかったんで、うん、暑さではないのか、ちょっと分かんないです。だから秋ぐらいになって、そのまたこう、えー、以前のようにこう走れるようになれば、あまあ暑さがこう、 体力を奪っていたんだなというのがこう分かるんでそれはそれでこうまあ仕方ないなということまあ暑さに強くなる必要もありますけどもまあ暑い時はまあ5キロぐらいでこうまあ軽くこう走っとく状態をこう保って体力を保つっていう形でもいいかなとも思ってます。で涼しくなって秋冬になってでも今の状態ですねこう5キロ走ってかなりしんどいみたいな状態が続くようでしたらですね えー、とてもその森山ハーフマラソンにこう出場することはできない、えー、感じなんでそれとちょっと原因をちょっと考えてみるもしかしたらちょっと病院に行ってみてですね何か原因があるかなというところをこう見ていかなあかんなあとは思ってるんですけどただねその例えば空手のねこう動きをすると確かにその、えーまあ、マスクしながらやるっていうのもありますそのしんどさはあるんですけどもその。 えー、ランで感じるようなしんどさはないんですよね。そのまあ、ランのしんどさと稽古、空手の稽古のしんどさ、またちょっと違うんでしょうけども、うんその持久力的なこと、うんそのへ、うんがしんどく感じるということで、うーんでランに関しては、これからずっと、ね、こう続けていきたいと考えてるんですね。えー、まあ、走れる限りですね。 えーまあ、死ぬまで走るというか、えー、それぐらいこうランというのはいいかなとんで体の体調もこうものすごくいい健康にとってもいいので,、うん、でもちろんそのダイエットにもいいですし、えー、そういうことでこうずっと続けていきたいしこ,うこれからこう大会もこう出ていったりとかねで1回こう失敗しているこうフルマラソンですね、えー、フルマラソンもこう走れる状態をこう作っていきたいというふうにこう考えてるんでですね、えー、まあ言った だからこんなところでねまだまだこの、ね、年齢でねこう体力がこう落ちてきてどうのこうのとかこうそういうことを言いたくないんでですね、えー、早急に前の状態にこう戻りたいなと僕の中では思ってます暑くてもですねその体力あってこう走っていけばですね、えー、どんどん走れるはずなんでねなぜこんなにこうしんどくなるんかなっていうのがね自分の中にあってですね、えー、前はこう走るときにこうよし走れるという,こう走る のがここうう面白いいぐらいの感じにこうなってたんですよねその、えー、こう音楽を聴きながらこう走るこう気持ちよさみたいなのもこう感じてたんですけど最近はもう、えー、正直言ってしんどいだけですねこう音楽もそのそんなにこう集中して聴けないぐらいしんどい自分がこう走っててしんどいなぁと思う状態しかこう味わえてないのでですね、えー、早くこう元に戻りたい。で、えー、何かこう 体の状態が悪いのであればですね、それは早急に直していく状態を作っていかないといけない。まあ多分ね、こう、暑さによっての体力が奪われてる何かかなと。ほんで、えー、夏であるんですけども、冬と同じ格好で走ってるんですね。えー、まあ、ジャージ上下ですね、こう着てる。だから T シャツで走ってるとかね、短パンで走ってるっていうことではなくてね、えー、ジャージ上下を着て走ってる。うん、この辺もなんかこう、熱がこもる何か、そのことによって、 抵抗体力が奪われてるのかもしれないそれやったら服装をね、えー、変えていけばいいですしっていうことですね、うん、ただもうせっかくやから思いっきり汗かいたろう思ってそういう夏やけどもそのジャージ上下をしっかり着て走るっていう形をこう取ってるっていうところではあるんですけどね、うん ということでねまあん、まあえー、なんでやねんっていう気持ちがものすごくあるんですけども乱がしんどいですね乱がしんどいということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます